虫歯診断装置。右色の進行状況を数値表示する。2010年、コードレスタイプのダイアグのデントペンが発売された。レーザーから発生られた655ナノメートルのパルス光が破質に作用。ウフレ破質からは700から800ナノメートルの蛍光反射光が生じるが、この波長は健全な破湿からは認められない。この光はハンドピースを通って、 シグナルに伝わり、ダイアグのデントのユニット内の電子システムによって波長を読み取る。ハンドピースに装着するプローブの形態は、劣行や歯官部の検査に用いる円錐型のプローブと、強速、絶速部の検査に用いる幅広型のプローブの2種類が、ある歯内治療学の分野において、根幹内の細菌の発する傾向を観察することで、戦場の評価とすることが考えられており、 セインズベリーらは、ダイアグノデントを用いた評価を試みた。また、歯根仮説の診断に対して、ダイアグノデントを用いた研究なども行われている。株式会社森田ダイアグノデントペン AB 木村、雄一、田辺俊彦、山崎忍、天野義和、木下淳一郎、山田義重、増田のり子、松本光義、ダイアグノデントによる、試行仮説の診断に関する。 基礎的研究、日本歯科保存学雑誌第五十二巻第一号、日本歯科保存学会、二千九年二月二十八日、十二から二十ページ、一瞬零三八七から二千三百四十三ネイド千百億七百二十二万八千四十九 AB 後藤田博成、田口千恵子、内山俊一、有川亮高志、山内理夫、小林聖子、佐久間潮子、 ウエ植えずリミノル、歯科用単身を代用するダイアグノデントの有用性について、高校衛生学会雑誌第55巻第3号、日本高校衛生学会、2005年7月30日、159から164ページ、一瞬0023から2831、0度100億1666万8209。高森一条。 小西鹿臨床における各種レーザーの使い方診断領域のレーザーダイアグの伝統、中心として、小西鹿臨床第9巻第5号、東京臨床出版、全国小西鹿開業医会、東京都都島区、2004年5月、27から32ページ、一瞬1341から1748、0度500億46万3916、 アンドリュー・エル・セインズベリー、フィリップ・エス・バード、ローレンス・ジェイ・ウォルシュ、大学のデント・レーザー・フローレセンス・アセスメント・オブ・エンドドンティック・インフェクション、ジャーナル・オブ・エンドドン・ナクス35、1404から1407、ドイ、10.1016、ジェイ・ジョエン、2009.07、006、一瞬0099から2399、プミド1980万1240、小林千尋、 法報戦効果の客観的評価法。根幹洗浄より良い地位を目指していばく出版。東京都文京区。2012年11月10日。第1版第一冊。23から26ページ。ISBN 9兆7842億6344万3767。ありがとうございます。